はい、木の店でです。す。す。真ん中に、えー、大小穴が開いてますそしてもうその周りも結構もともとね腐れがあってもうかなり朽ちててこれもどうしようかなっていう風な感じの、えー、穴だったんですね実際にいろいろこうね作業してるところでもね、えー、見てもらってたと思うんですけど、まあ、その辺をこう 結構ね手間はかかったんだけどいい感じでねいろいろこう接着剤を使いながら、えー、ある程度こう形はできたのかなと思いますね赤みがメインで本当にこう白鷹がょっと角にね少し入ってる感じですねこっちにも、えー、ちょっとだけ入ってるっていう感じでで両サイドが、えース,トロえー、ストレートカットになっててね、えー、一定あの同じような幅でずっとね上から下まで来てます サイズの方が長さが1550ですね、えー、そしてこの端のところがですね一応ちょっとね耳が面皮がついてるので、えー、ここが一番ね狭いとこになってるんですけどそこが470ですねあとはストレートカットなので、えー、ストレートカットになってるところは、えー、幅ね皆同じで、えー、510で、えー、全部ねカットされてますね でまたここの、えー、一番ね端のところが、えー、また耳がねちょっと乗っかってるのでそこがほんの少し狭くなって、えー、そこで480になります、えー、厚みの方がね、3 0ミリですねただね、えー、3 0ミリが基本なんだけどちょっとやっぱこう端の方とか、えー、向こう側の方もね、えー、削り残しのところがあってそれが 小口にもちょっとね現れててこう見るとね、えー、厚みが少しねこう薄くなっててそこがこう気持ちなんかこう反ってるような感じも見えるかなと思うんですけど大体 3mm からね 5mm くらい薄くなってるところもあるかなと思いますねはいそういう風な感じの、えー、板になります大きく穴が開いてね機能的にはちょっとねどうなんだろうっていうような、えー、仕上がりになってるんですけどねまあ実際にあとオイル塗ってみてねここから またね、どういうね色が出てどういうね、えー、アピールをしてくれるのかね、えー、本当に楽しみですね、はい、それではね、えー、オイルの方を塗っていきましょうまずは反対にして木裏、えー、の方からね塗っていきます この朽ちてったところなんかはもしかしたら木表よりもねこっちの木裏の方が仕上がりとしてはなんかこう見た目的にはこっちの方がもう少しこう上品というかあのいい感じでねあの仕上がってるようには見えますね。木表の方がねだいぶこうちょっと老けてるところもあの前面に見えててそれからすると木裏の方がなんかいい感じに仕上がったかなとなんとなくねそういう木なのかなと思いますね。 で全体的にも赤みがやっぱりねメインで乗っててキューラーだからといって木がねおとなしくなってるにせよねそれでも結構ねちょっと珍しい感じのこう何て言うんでしょうねこう木のところに霞がかかった感じの、えー、木がねこうそれでちょっとこう途切れ途切れに見えるっていう。 すごくねなんかその辺がなんか絵画的ですごい面白いですねそういう風な感じの見え方もしてえキ木裏ーーもこう鑑賞、ね、できる、えー、面にね仕上がったかなと思いますはい、えー、キ木ーラーの方はね以上になりますあとまた反対にして今度は木表の方ね塗っていきます 木表の方はねこの端っこのところのね白田のってるところがこう面皮が皮もそのままあの今のところこうしっかりくっついてるのでこのままね皮目の部分も仕上げることになりましたもしかしたらこれは、えー、使ってるうちにね、えー、ここの部分がカパッとかさぶたみたいに剥がれてくることはあるかなと思うんだけど今のところはねしっかりくっついて雰囲気あってねいい感じになってますね全体のこうストトトレートカットされた え中にね、あのこう朽ちた穴が2つ乗ってて、なんかこうしっかりこうしたこう四角の中に、こういう風なね、えー、ドカーンと、ね、開いた穴がこう 2, 2つっていうのが、すごくこれはこれでなんか、グッとくるところがこうありますね、すごくなんかえ人工的に、ね、作り上げたところに自然が。 ねえー、作ったこう穴がそのままもこうそれを見せられるみたいな感じでねなかなかこ,うこれはこれで雰囲気たっぷりあっていいかなと思いますね、はい、また木裏の方とは違ってこっちの方がね口加減が結構こう大変だったんだけどこの辺の方はねちの方で仕上げた仕上げ方なかなかいい感じでね上手に仕上げることができたんじゃないかなと思いますねあのー、本当にこう自然なところをねそのまま 生かしながらね、えー、本当にこう最低限の補修でもともとあったね、えー、そういう朽ちたところをこうなるべく損なわないで人工的なところを、ね、なるべくこう見せないような感じだけどあのこうしっかり、ね、作り上げる感じにはなったのかなと思いますね。いいい感じで仕上がったかかななと思います。この辺なんかも そうですね、ほとんどね何もしてないところもあるように見せて実はあまりこう手にねとか指にこう絡まないような感じで仕上げているのでその辺もこういろいろこうね、えー、実際生活の中でこう,あのこ,うこういうところねこう触っても手触りもいろいろこう楽しめるねそういうふうな仕上げにはしているのでなかなかいい感じで、ね、仕上がったと思いますこの木が出ててそこにこう、ねえー、横のラインが。 えー、まあたくり木ともねなんかちょっと違うような感じもしますけど本当にこう木がこう前面に出てるところをねこのね横のラインがこう少しこう、ね、筆でこうかき消した感じのねなんか雲がかかったようなすごくこの辺のあの木面珍しいですねここの面皮の部分はさっきのところとは違って鬼皮がしっかり剥がれて虫が張った後の ところもある整ええてて見えるようにはなってます今回ケヤキのストレートカットでね、えー、パチッとね形作られた板なんだけどその中にね大きい穴が2つ開いてね、えー、まあこうテーブルとしてね使うのにはなかなか不便を、ね、感じるところではあるんですけどこうそういったところもね潔くこう大きく開いてるのであの使い方によっては あのアイデア次第ではね、ここの部分を鑑賞ポイントと実益を兼ねてね、えー、何かこう、効果的に見せるようなねそういうふうな使い方もできるのかなと思いますね。よくね、こういうふうな大きい穴が開いてたりすると手洗いカウンターのような感じでねここにそのまま大きくねボールを載せたりもともと開けるはずだった穴のところなので,でそういうところにあの。 塞ぐ形で、まあ、実際見えなくなるんでっていうのでねそういう使われ方もよくされてたんだけどちょっとそれをするのには、えー、ちょっともったいない気がしますねここの部分が本当にあに是非見てほしい部分なのでね、えー、塞いだりしないでこのままねありのままを見ていただきたいなというふうに思います樹齢がすごい高い木なので、えー、それ以外のところでねやっぱ全体として このローボック感もね、楽しめるのかなと思いますね。オイルとの相性もすごくいいですし、僕がね、えー、ところどころ表情をね出してくれるので、すごい楽しめる一枚板になったなと思います。はい、えー、ご視聴ありがとうございます。